のクライマックスの、はい。お願い私に触っての、ああ、ここ歌ったらめっちゃすそうげえ。ですよね。このお願いを素敵に歌いたいって人はきっとたくさんいると思うので、そこのポイントをちょっと言っていこうかなと思います。お願いします。はい、まず、パターン1、パターン1。はい、息漏れ、息の量が多いパターン。はこれでもーい、結だじゃん。構多いと思うんですよ。なんまあか、裏になっちゃうね、そもそも。で、その高い音に行くときに頑張らなきゃってして、直前でいっぱいブレス吸って、お願いっていう、なんかそうしないといけないんじゃないかって思ってるパターン結構多くないですか？そうかもしれないですね。喉痛くなりそうね。高い音、ベルティングのいい声でこう歌い語りたいところは、こうがんその前のブレスですごく頑張って息準備しちゃうパターンってあると思うんですけど、ここ意外と息少なくて大丈夫です。息が多いと息漏れしちゃって、お願い、まあ極端に言うとこれぐらいこうハスキーな感じになってしまう骨になってるじゃん、骨みたいな。違う言葉。そういうパターンの人は息少なめ、あんまりこう頑張ってって準備しなくてもいいと私は思ってるんですけど、スタートにちょっと息を止めてみてくで、止まってから、お願い、お願い。パターン2、はい。ちょっと声がこもっちゃう、濁っちゃう人っていうのは、多分この喉を極端に喉の位置を下げて、こういう喉で空間を広くしなきゃいけないんじゃないかみたいな、まあそういう曲によってはそういうテクニックが必要な時もあるかもしれないですけど、いっぱい喉をこう下げようとすると、ベロの根っこってこうこの辺までこう結構下の方まであるんですね、首の。なので、舌も一緒にこう奥に引っ張られちゃうっていうパターンが、まあ、私もそうだったんですけど、舌をこう前の方に常に置いておく、リラックスした状態で置いておくっていうのがポイントですかね。その場合は、暗くなっちゃった。その場合は、ちょっとベロをわざと、わざと口よりも出して、ハミングで。多分その舌が引っ込んじゃう癖がある人って、これはこの時点でもうすでに辛いと思うんですよ。ってきた。もう私がそうだったから、もういつものいつもの位置よりもかなり前にベロの根っこがあると、なんかこう居心地悪いんですよね、多分自分が一番。だからハミングでまずはそれで鳴らしていく。あ、いいかも引っね。込みたくなるんですけど、ちょっとまあ体操のつもりで、舌の体操のつもりで、ちょっと舌を前の位置にっていうのを意識づけていくと、もっともっと声が自由になると思います。パターン3、こう「お願い!」ってこう言いたい気持ちがこう盛り上がりすぎるがために、喉が閉まっちゃうってパターンもやっぱ多いと思うんですよ。っていう、まあ、ここまでじゃないけど締まりやすくなるポイントでもあると思うので、そういう場合はあくび読みをやってみましょう。あくび読み、あくびの読むってことですか。はい、お願い、お願い、そう、これできないと結構多いんですよ。でもああそうなん恥ずかですしがね。るのか、普段やってないからか、喉が開いてないからか、おね、お願い、恥ずかしいんですよ。お願いぐらいできますよね、親父ね。お願願い。これが喉開いてる感じになるんで、まあちょっとね、低くもしてるけどね。でも、あーねーってなるのと逆の動きとかがね、できるといいんですかね。こうあくび読みをすると、ちょっとこう音も柔らかくなるじゃないですか。ちょっとね。ちょっとそのイメージというか、その環境を置いたまま練習してみると、音がこう締まりすぎず、こう柔らかい音に、そうですね。欲しい音になっていくのじゃないかなと思います。大事だと思います。結局その、なんでしょうね、あくび読みをすることによって得たいメリットをいかに得るかですよね。そうですどね。うぞ、おーってやってこもるのはまた違う問題になってくるので、確かに。それは違うっていうことなんですけどね。はい。バランスでございます。バランスをレッスンで調整するっていうことが大切になりますよね。楽しく上達したい人2、に、はい。
劇団四季など、うん、プロのね、はい、こう本格的な舞台で活躍したい人、うん、はい、お待ちしております、はい、ミュージカル子役から大人の劇団四季志望まで、はい、ぜひ初回レッスンホームページよりお待ちしております。お待ちしてます。ありがとうございます。